本当ですね。これ貸し切りとかじゃない。すご。居酒屋さんの。すごいな。ちょっとした商店街。ああ、そうですね。まあでもシャッター多いな。居酒屋ばっかってことか。あ、亀屋。この感じやとありそう。じゃあちょっと定番のどら焼きをいっときますか。いっときますか、じゃあ、はい、じゃんけんぽん。あー、さっきも結局負けとったね。どら焼きか。うん、ありました。なんか1個200円、全然足りた。シュークリームよりは高い。まあこれがすごいな。なんかどら焼き、あ、いいレモン入っとるやん。そうなんですよ。こういう感じなの。おお、なんかすごい。おお、はい、ちょっとじゃあいただきます。はい、おばあちゃんの味がします。何なのおばあちゃんの味。作らんやろおばあちゃん。しっかり手作りで作られてる感じですね。もうなんか基本なスーパーとかで売っとるのとは違うよ、絶対。すごい、なんか昔からおばあちゃんが一個ずつ丹精込めて作ったようなどら焼きです。あんこもちょっと割と甘めですね、このあんこ。甘めのあんこ。まあでもこれはこれでうまいっす。これはこれで。なんかおかしいな今の発言は。まあでも美味しい、美味しいは美味しいですよ、うん、余計走ったからね。三重県内全駅制覇の旅。一応もう一箇所近くにあるんか、和菓子屋さんあるっぽいんで、はい、ちょっとそこもせっかくなんで寄ってくっすか。そうですね。めっちゃめっちゃめっちゃ雨降ってきたけど。やばい。お。あ、そこや。あ、これ。あれか。おはらぎ？どうしましょう。柏餅。じゃあ、どれ。よっしゃ。どら焼きで。どら焼きで。はい。じゃんけんぽん。マジかよ。どうしたんすか今日。どうしたんすか。俺買ったっけ今日。シュークリーム1個。シュークリームですね。マジかよ。細かいのが結構蓄積できてますね。じゃあどれだけ買っていきます。よし、はい、なかったらかしわむし。かしわむし。こんにちは。ブラキャタス。なんか普通に、まあ、サインもなんかちらほら。あ、ちなみにこんな感じです。でさっきの店より20円高かったっす。あ、220円。まあでもドラ焼きの相場はこれぐらいなのかな。ですね。違いは。あ、さっきのよりは柔らかいです生地。あ、本当に。はい。ちょっといただきます。全然違う。めっちゃしっとりしてる。さっきの一口目の反応と全然違うん、マジですか。全然違うんですけど。マジですか。これはいい方なんか悪い方。いやいや、めっちゃうまいですこれ。あれの後やからかもしれないですけど、すっげえしっとりしてる。あれの後、あれなの。あれはおばあちゃんの味ですね。あんこはなんか豆感が強いです。あ、そうです。大豆の香りがすごいするんで、ちょっとこれは嬉しいですね。なんかやっぱ違うっすね、ドラ焼き一つとっても。面白いな。全然違うっす。あ、これはちょっと結構お気に入りですね。さっきのおばあちゃんの味を感じてこれなんで結構。さっきのおばあちゃんってこれは何なんですか。さっきのおばあちゃんやったらこれどうなんやろうな。いや普通に職人のどら焼き。
20円の差とは思えんなじゃん。そうそう。え、別にディスってないでしょ、おばあちゃんの味。そう、おばあちゃんの味も食べたくなるときは。でしょでしょでしょ。町中華とかそうやねな。そ職人の味と町中華な、また別やけど、うん、町中華もうまいから。そうでしょ。まあそう、職人のどら焼きって感じしますよ。うまいです。三重県内全駅制覇の旅。この辺の人らいいっすね。公園近くあるし、駅も近くにあるし。なんかあのシーソーとかもすごいカップル仕様な二人だけのためのやつや。本当っすね。シーソー4人乗り。4人乗りありですよね。電車通学のやつ。うわ、いいなぁ。そういうの。デートで。そういうのめっちゃいいじゃないですか。で近所の子やったら多分ここで。そうですね。時間潰して最後帰って。めっちゃいいじゃん。いいなぁ。いいっすね。でもなんかそういうところはやっぱ高校生とかの恋愛っていいよね。いいっすよね。なんか本当に青春って感じがして、自転車でしか行動できあんのに。そうですね。それでも楽しめるやん高校生。いや本当そうですよ。俺らもやで明日からもう自転車で生活しやん。どういうことですか。え、もうこっからあえて制限しに行くんですか。こっからこっから高校生に合わせに行く。それはまた違う、それはまた違う気がするんですけど。ただただ制限してる大人っていうか。逆に気持ち悪なる。キモいですよ。制限されてるからいいのであって、うん、自分からしに行くやつなんていないんですよ。はい、こっちが正面ですね。こっちが正面な。白子駅。なのであっちにちょっとちらっと商店街っぽい、商店街っていうか、まあ、飲み屋街がある感じですかね。そっか。うわ、どうなんでしょうね。割とでもなんか寂れてる。シャッター多めかな。シャッター多めやな。行きたいけど。まあ、大丈夫あれ？大丈夫これ？これどう？大丈夫これ？こんなもんな。ギャップがすごいな。ね。このなんか駅の横とかめちゃめちゃ綺麗なマンションとか、そうなんですよ。ってホテルか。はい。やろで、あっちの方イオン見えとるし、はい、いやけど正面これなんか1軒ぐらい食べ歩けるもんというか。そうですね。なんか暗いな。気のせいか。暗いな。あでも夜なんかな。夜なんすかね。今は暗いけど夜になると、まあ、でも割と店はちらほらあるっすよ。これ全部夜空いとったらすごいいいな。ですね、うん、なんか飲みが楽しそうや。あーなんかはい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 、うん、あーまああれかな、まあ、今ちょっとまだ早いから。確かにこんな感じなんですかね。最後いろいろ飲み屋があって、アオキーズピザが来るっていう。なんか、アオキーズピザで終わるっていう。ちょっとあっち面白そうなやつあるから、あれ写真撮ってこい。嘘やろ。どう写真撮らすんこれ。後ろな。光らんの。そんな感じ。OK です。はい。何なんでしょうね。何もなかったじゃないですか。結局こうなるか。まあ、三重の駅前こんなもんやな。こんなもんか。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか今回。ああ、まあ毎度のごとくね、たくさん歩きましたけど、まあまあまあ、前回とかに比べても全然、まあ、いいとこだとは思いますね、鈴鹿市ね。はい、鈴鹿のなんか魅力とかいっぱい知れました。まあ割といろんなね、まあ食べ物メインでしたけど、まあまあまあ総括してまあ平凡な良さがありました。次回は亀山っていうことで、はい、またちょっと JR での旅になるんですけど、はい、なんか意気込みとか。まあ今までちょっと近鉄ばっかだったんで、 JR だとちょっとそのね本数とか距離とかがまた変わってくるので、ちょっと気合を入れて臨みたいと思います。
まあ、よかった、いい街でしたよ、鈴鹿市。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか顔死んでないですか？まあ、あんだけ歩いてあんだけ走ったらちょっとね、さすがに。人もゆっくり休みますわ、今日は。明日も仕事なんで。明日仕事、明日仕事っす。ゴールデンウィーク大変やけど。いや、ほんまっすよ。また次回ね。はい、亀山があるんで。亀山あるんでね。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。